金、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 ンどうもどうもやってまいりました。ビルワッカマンデーライブ、井上、チャンバーでございますよ。そして、 ノーミルクお願いします。ということで、今日この時をもちまして、ミロアカマンデーライブ始まって以来の、まあ、1年は550週間と言いますのでですね、4年間続いたということになりますけれども、<え>マンデーライブだけでも200回記念ありがとうございます。 す <laughs> すごいこことですよこれ先生4年番組としてやってるっていうのもねこれね,ねだって、ね、しかも2人しか関わってない、ね、やる側としては <laughs> っていうことはねそれゃね、うん、10曲が関わったもんだったらこれはね,ねみんなでこう続けていかなきゃみたいなのがありますけどこれね 2>,、うん、2人が時間を合わせて月曜日毎週4年。<laughs> <laughs> やりきったっていうね。これすごいことで、これはね。本当だな。上に見てくださる方々のね、数字を横目に見ながら。うん、じゃなきゃ、ね、あれだったと思うんですよ。いや、そうですね、えー。何より先生の毎回のご努力。ねいや、いや、いや。ということで、ちょっとご挨拶のをいただいていいですか。<laughs> <laughs> ごとごと、マイクの後すごとごとごと、はい、これはもう。<laughs> <laughs> えーどうも今ご挨拶なずかりました。<laughs> ノーミルク佐藤と申します。パーティーよろしくお願いします。<laughs> よよノーミルク。急いぞ。<laughs> この度はミルワカに1 0回記念ということで、いぞいぞ皆さん本当にありがとうございます。急いぞ。急いぞ。いよい,ぞい,ぞいや長かったですねというかやっぱねコメント欄でもいただきますけど初期はね MacBook がうねりをね上げていたこともありました。ね、<laughs> 私の MacBook のねうんっていう音がね <laughs> 生配信の付加と。<laughs> パワポの負荷とね,ねえあと謎の負荷でですねもうチンチンに熱くなりですね <laughs> でも50回ぐらいマックブックエアーですもんねあれねそうですね封筒に入るというね触れ込みで、ね、<laughs> スティーブ・ジョブズ生前に発売されたねマックブックエアあれで目玉焼きが焼けんじゃないかぐらいのねチンチンになりまして五十何回目ぐらいにね 生配信中に息をお引き取りになったという <laughs> <laughs>、ね、思い出がございますけどもすね懐かしくそんな頃思い出すわけでございますけどもねそうですねそこからまあコロナがあったりそ、はい、の前には僕のパソコンも壊れたりだとかありましたけれどもあり,ありましたねほんとですね何やかんやって200回ですよほんとですね いや <laughs> ありがとうございます本当にありがたいいや本当にありがとうございます、ね、いあ、マヨさんという方からねいただきました回ありがとうございます2回なんで、ね、ナイスバーですありがとうございます<人>嬉しいね,ね大人ですから二千円ぐらいいただきたいですねありがとうございます うちもたんですよ、嘘ですよありがとうございますありがとうございますいや嬉しいじゃないですかあ、ありがとうございますあ、ことぶきさんもね200<え>ありがとう200円記念 <laughs> ありがとうちいちかんって200回なんですよ <laughs> <laughs> 我々200回なんです。200円を祝ってるわけじゃないんですよ今日だから。200円をチャリンチャリンやってく回じゃないんですよこれ。ね、ま部さん、ことぶきさん、違うんですよ。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございますねー。今回でも始めたのが千えー。 ちょっと前だった1900ぐらいかなと思っちゃう我々の世代はい<や>ちょっと振り返ってくれどういう J リーグとかね日本代表的にはどういう世代時代にわれわれはこうこのミロアカという船をこぎ出したということなんでしょうねあの僕らはですね、うん、あの森安ジャパンの発足も直後ですね、はい、あ,あなるほどねうんあはい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  いわゆる2試合目が始まるぞっていうところで、うん、僕らのこのミールアカが始まったというところでしたい,いやすごいなと思いながらもう同時に先生の記憶力もやっぱねすごいなと思っちゃうんですけどね、うん、その頃選ばれてた選手っていうのはね森保 <laughs> ジャパンっていうのは。 まあでも、そん時を、ね、<え>は。シワールドカップ終わって、終わってね、西野さんから引き継いでって言われると、最近の気もしち,ちゃうんでね、もう大さんとしては。そうなんですよ。そうか,だかその時だから、あれですよ、うん、2>, あの2列目が堂安南の中島翔也で、三重士って言われた頃でしたよね。うん、ああ、そっか、その頃ね、リフティングしちゃって楽しそうだなみたいな、こうねうん、そう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 、そんなこともありましたよ。なるほどね、じゃあちょっとここでですね、うんええ、コメントで、当時の映像どうぞっていうことなんで。 えー、当時の録音をね、うん、あはないんで、あの一回目の感じの、うんえー、再現を今してみたいと思いますね。<laughs> どうも伊野万ですよ。もうデータマンのノーミルクサットと今日からですね。<laughs> このねあのいろいろやっていきたいなと思ってますけど、お笑い、はい、お笑い芸人と。 データ、サッカーデータマンと、<laughs> いや、こんなんじゃねえわ、も,もっとちゃんとしてたわ、ちゃんと。ちょっと忘れちゃってね。本当だね再現しよう <laughs> あの過去を 表現しようと思って、喋り下手にしてみたんですけど。多分、今のが下手だと思いますけど。ありがとうございます。廊下がありますからね、ありがとう。あ、なか、ありがとうございます。K. N. さん、祝200回、ありがとうございます。直丸モンテさん、ボさん、祝モンテディオ、山形、開幕二連勝、おめでとうございます。強いよね。でも、カタカナの名前の選手、しか点を決めていない。頑張れ、日本人選手。カタカイサカツンさんね。あれ、すげえシュートだったね。 なんかやっぱ去年横シー行ってからもんと勢いが良くなりますよね。躊躇なくなった。あれ決められちゃったちょっサイドバックのあのねもうどう守ったらいいのっていうね。誰も無理ですね。ねあんなどうすんあれはちょっと世界が注目しちゃったんじゃないですか。ねあれもバーが頑張りがないですからね。太めになってもらうかね一瞬ね。確かに硬くなってね。面白いですさすが硬さはあのぐらいでいいんじゃないですか。 さすが200回もやってます先生のねその辺の面白さもね、えー、あっ広友さんありがとうございます200円記念でいやじゃ200回記念なんですよこれ200円も何,何かしらで記念する会社ないんですよありがとうございます菊川さんありがとうございますえー、そっか200回も特定の場所で俺聞いてるのか <laughs> もう何月齢っていうか週齢なんすかもう月曜日にこの時間パチンコ行くっていうのはあなたのね ありがとうねいつも騒がしいところで聞こえんのかねこれね。<laughs> すごいよね。<あ>ねじゃんじゃなっちゃっちゃ,っゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんまでございますみたいな感じでしょだから。うんゆゅくさとじゃんじゃなっじゃんちゃっ,ちゃっみたいな感じでしょ <laughs> じゃんじゃんバリバリじゃんじゃんバリバリやっちゃってくださいね。 イヤホンが相当レベル高いです、ね、イヤホンの性能も上がっていますよね。これだて年って言ったら先生ね。さなぎ、えー、がちょうどころかね。1年生がまあ4年生、ね、5年生ということでしょ。<laughs> そうだね。やっぱその配信機材我々にしてもね、パソコンが変わったりだとか、マイクが良くなったりだとか、そね,ね、えー、そういうのもありますよね。間違いない、うん。あと朝起きちゃうようになりましたかね、私、匂いで。 なかったですけどね森保ジャパン発足当時は私ねちょうどその壁を越えましたねこの4年ぐらいでね <laughs> アラフォーからアラフィフになりましたからねそっか、ね、そういうことかリアルに本当目覚ましいらなくなったもんねうん <laughs> どうしても来ちゃうんだから <laughs> 30から35みたいな感じのところに来ましたからね、年齢で去年もあんまりね、あれ変わんないですかいやいや、変わる、変わる、若手組からしたら、えーってなるとこででも、そのほら、違う、体力的にとかさ、ごめんなさいね、今日はちょっとあの序盤だけね、ちょっと4年の話をちょっとしたいなと思うんですけど、皆さん、どう、4年って言ったら変わったちょっと教えてもらいたいですね、4年の変化みたいなこと、ねね案いただきたい、充電器とかは変わったんじゃないタイプ C みたいなの増えたよね。 4年前の自分が見たら全部違うじゃんって思うと思うことであると思うんだよねって。そうだまたあとボロボロその前で、うん、あこれがあったね収録形態がそもそも違う、ね。ああそうですよね <laughs> 先生と僕は横並びで撮ってましたからねそうですねののサブアカのの、ね、やつを横並びでね二人でね起点さんでカメラ前に置いて横で撮ったらね。<laughs> うん そうだねだお互いの顔が見えながらぎこちなかったですもんね、逆に。間違いない。<laughs> もう今のこの方がちょっとやりやすいかもしれないも、もんそうですよね。うーんねだから、ズームでこう喋ってることをもう合うという認識で言いますもんね。そうですね、まあ。たまに先生が「久しぶりですね」とか言うんだけど、何がって思ってる、ね。もうもう確かに言っちゃうけど、確かに思ってるね。4年経ったらもうあれなんじゃないですか、ここううなんかこう家にマニターがみんな 5, 5、6個あって、5、6人と暮らしてるんじゃないですか、皆さん。

全員さんのお話みたいに聞かせていただきながらちょっとお願いしますよねありがとうございます順のんからお便りいただきましたありがとうございます何スパーでーすに100回なかなかどうもコーはスタートダッシュが苦手でいつもドキドキでございますねはよくなっている感じはあるらしいのでえいてかミシュート入ってないけど小林イバナ選手イバナ選手はいやそうねなんかこう 甲府はあとディフェンダーの井上詩音さんがねスタメンに起用されたりだとかマリノス戦といわゆる開幕戦もなかなかこう,うまくいかず1、2、1、2できちゃったってのがあったからメンバー変えたのありましたけどなんか今、やっぱりいろんなことやっておくっていうのはやっぱり手なんだろうなと思ってて甲府に関しては a c l ありますからね。 うん、後半に向けてってところも重要になってくるのかなと感じますね,ねそういえばさ今日ほらショート動画を始めてさそうなのよみんなショート動画っていうのね、うん、出させてもらったんですよみんなもう見ました見ていただいたでしょうかああれの順位表このね左右に今この空いたスペースに出したいぐらいですねああああ、ね、だねぇ そうね。ちょっと今やるとちょっとすかしくスクショの手間でこう私、これだ。<laughs> 順位<評>表 <laughs> だけは持ってきちゃうんですけど、でもあれやるんでね。でれねこれ s ー o さん送ってくれないあの順位表ね。<laughs> 順位表じゃない、あの成績のやつでもいいからね。ここでかけて今スクショすればいいの。ちょっとやるそれ。 いやー、お願いします。いやそうだねー。そうだね。あってあるといいかもしれないね。ートはい、お願いします。ちょっと先にスパシャいくつも頂い,いてるんです。えー、先に行きたいと思います。ね、えー、マリトさんもナイスパレスありがとうございます。すーええー、こんばんは。今日は眠いので、ええ、0百回記念に抑制して寝落ちします。うん、おやすみなさい。<laughs> 朝起きた時のアーカイブ用にガンバさんとトスの仕上がり具合についてコメントいただけると嬉しいです。<laughs> 後ほどやります。ありがとう。<laughs>

スタジオから行くしかないかな、もしかしたらね。俺はもう見れるようになってるんかな。<laughs> 4年後ちなみに、まさ50歳を超えております。<laughs> 嘘でしょ 本当だよ。もう冗談を。いや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 。まず、皆さんから、その音流れたことって、受けるびっくりした、わらわらわら。はははははって言ってます。はい。一回きはね。今度ね。今度ね。いや。どうせ、ギアスさんからいただきました。内面、ええ。一昨日は、鹿島対川崎、見に行ってきました。ええ、まあ、試合は、いろいろあったけど、山梨。マジで最高です。といただいております。あ、そっか。うん。なってですね。 ね。ね、今日はあの試合でも得点しましたからね、家中さんのね、バイチクルをね。そうですね。そかそそうだね。そうだそうだそうだそうか。そうそそうそあとスタグルですね。スタグルは今まで行った中で最高でした。ともいただいてのでまたありがとうございます。いやいやしたけどもね、カシいやね。美味い試合でしたね。本当すごい試合でした。 歴代でもトップクラスのこう熱量だったんじゃないかなとも思いますよね。最高でした。うん、ね集中してちゃいました。はいね、何がっていうのはねちょっとも、ま、う、あ、あの、ね、あのー、何ですかニコ生で木曜日にやりますんで、はいえー、ウィナー <laughs> 予想チャンネルの方でまたね, <laughs> ね別別角度からね喋りたいと、ねね、あと鹿島川崎に関してはあのこれから夜まだ我々はレビュー取りますので、はい、あそうかそうかまだあれ出てないのか。はい そうですねあとはあの明日やる奥座敷でもちょっと鹿島、川崎は触れさせていただければと思っているのでちょっと俺ここ数年で見た試合の中で一番好きだったかもしれない正直<あ>鹿島川崎うあなんか、ね、あの逆転劇、反動いいうんぬん、そういうを置いてないてやり合いとして。 うレベル高かったからね、はい。そうですね、ほかにもいただいております、今度はオズおしま妹さん、ありがとうございます。おめでとうございます。人生初スパチョを見る赤さんに。といういます。ありがとう。 イベントにもね何回もお越しいただきますありがとうございます今年もまた来てください待ってます。ショスパをね頂きでなんでリアクスねそこも小兵法みたいに。違う違うショシのねショ少女みたいな意味や。今まだと思ったけど。よし次山ケイシさんありがとうございますいっぱいです。200回おめでとうございます。約4年前にちょっと結婚しましたなといただいてて。 そうか,ーそうかーなるほどね。うん、たちはねいろいろ変わりますもんねあます変わるね。学生が社会人になったらいろんなコメントいただいてますからね。同級生がみんな引退しちゃいましたとかねあ。そういうこと ?4 年たつということそうですねあ。そういうの気にしてる時点でまあ、若いなって思いますけどね。いいなって思いますけど。<laughs> <laughs> 同級生がスポーツ選手のはずないんだからも いや、まあ、一人だけちょっとポルトガルでやってる人いますからね。そうでしょね。さあ、そして、え、まさに問題が来ております。エスパチャです。おいちゃたさん、ありがとうございます。はい。はい。はい。二百回、おめでとうございます。ありがとうございます。研修、お年でね、二週前も、これ問題出してもらいましたね。え、これからも二人頑張ってください。さて。いつもさ、見てくれてますよ、これ。そうですね。うん。頑張って間違ったんですよ、この間。 いだねえ、ねね、先生にちゃんとう訂正していただいて。ね、そういうこととですちゃんとってますよはい、ということで、おいちゃんさんは、はい、えー、徳島どこの徳島正解は、うんうん、湘南ベルマーレです。魚だから、湘南だねって言ったんだ、そうだ、ごめんなさい。おいちゃん、ごめん。魚だから、徳島っていうなんか覚え方してた。ごめん。<laughs> <laughs> いや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 いろいや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 な <えー S 2> 世の,の青年さんからだから長男だってばこっちが覚えたわっていうコメントをいただいてますねもうちょっとヒントいいよねちゃんとあれですよ皆さんみたいにちゃんとこう入れて <laughs> 入れてください アイコンにね。<laughs> そうだね。あ、一郎系さんもナイスパレスありがとうございます。ありがとうございます。どうせむめめさん、うん、ナイスメンバーありがとうございます。メンバー会にありがとうございます。角田さんもナイスパレスありがとうございます。ありがとうございます。うん。 そしてついていただきました、はい、メンバーでございます。ヒロ君さんから、うんえー、ありがとうございます。えー、我が、ウ、え、ィ、ー、ッセル神戸開幕2連勝。思えば、うん、思えば昨年は先生から神戸は大丈夫と言われながら勝てない日々が続き、夏まで焦りまくっていましたが、なんとか今年はいいスタートダッシュ。うん、えー、イーノ選手、イニエサ選手のためのゆりかごダンスにほっこり、上位陣との対戦が鍵ですね。えー、余談ですが、今週まずは J3 開幕、内緒ですが、相模原ゴール裏で新しい取り組みやります。注目してください。 何超楽しみだね。あたね、楽しみで、ね。これ,れみたいなやつかな。ああ、そういうことかな T。T. O. D. A. って出すんじゃないの、一文字で。<laughs> ね。あるかも。あの、あれじ、ね、ゃあの赤い髪の毛だった頃の戸田和之が上がっていくんじゃない。うええー、すげえな。<laughs> 違うのかな。<laughs> どうなるか楽しみです、ね。ねすしみです、ね、ありがとうございます。本格的なキャンプやるって面白いけどね。 す,すごいなあ。さら、うんうん、に結果的な方向に舵を切ったら面白いですけどね。天と走行けなくなっちゃったんだっけね。そう聞きました。なんかやりましたよね。うん、いやありがとうございます。まあちょっと後ほど神戸も触れたいなと思います。はい、よろしくお願いします。えそして続いて赤いアストさん、うん、ナイスパレスありがとうございます。 ミルワカさんの初め,初めて見た動画は、はい、え高校サッカー選手権の青森山田の特集会でした。「ネガトラの軸は尼く君今でも覚えていますと」と <laughs> 先生言ってたんです,、まあ、そうですね一緒にやらせてもらった時ですかねそうですね攻撃の軸ポジトラの軸ネガトラの軸とかね書いてますからね「なんてすてきなひだ」の時 <laughs> そう,そう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 。そうね、あ覚えてるなー。いや、あ後でこの赤安さんのコメントが結構ね、俺深いなと思ってて。<laughs> は,いは,いはい。だ、その当時のネガトラの軸と書いた天笠んは大学に進んだけれども、一年で辞めて、ジャスパクサツ群馬に入り。うんうん、お、はい、はい。監督は町田ゼルビアに今年行き。うん、そんな二人がこの週末戦ったわけですね。町田対群馬でしたから。そういうことね。うん。うん、歴史だね。そうですね。この間誰かと思ってたんですけど。 青森山田の監督の黒田さんがね、うん、ええ、だったわけでしょ。うん、これ多分相手、相手、相手、全部教え子一人はいるよね、これからも。<laughs> そうなんだよね。怖<い>そうなんだよ。すごいく世界で楽しくや、ってんのにみたいな <laughs> いやなんかね、また。<laughs> いや、そのぐらい怖いんだろうなと思って、その高校の監督ってね、恩師っていうのは。そうだよね。そんなことないのか。いや、でも寝まずぜって感じなのかな。<laughs> <laughs> 俺とちょっとここで町田と群馬の話ちょっとしちゃうんですけど俺ね大槻監督群馬のすげえなと思ってもともとその天笠君ってあの青森山田の時もボランチで,でプロ入ってもボランチだったんですけど結構あのサイドハーフで起用されることが多かったんですよ。でもうプロ3年目ぐらいになりますけどこの町田戦で初めてボランチだったんですよね。 だから、うん、やっぱ黒田さんのこと知ってるから、お前ボランチで行ったほうがいいだろうみたいな感じで、多分使ったと思うんですよ。うんなるほどね。なんか大月さん、さすがだなって、ちょっと思っちゃったところありましたねー。ね<ー>うーん。うね,ね。あ、マメゴンさんから、ついていただきましたよ <laughs>。ありがとうございます。えー、熊本は終盤投入のトリプルタワーが機能すれば、優勝です。え、ちなみに、ロフト内にお邪魔した時の、うん、娘さんが。 この春当,時当時小学生だった娘さんがこの春 <laughs> 高校生になりますと <laughs> 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 それはそれはあそうすげえないい話ですねいやーありがとうございます,そう,すそうだよねー<や> 4年ってそういうことだもんね。俺さそういう話が1個あってさ、なんか SC のさ、周りでいろいろやらせていただいてい、ね。ええー、お仕事。うん、でさ、あのー、ほんと昔さ、今、あのー、岩手とかも応援してくる方なんだけど、なんかそのサポーターでもいらっしゃるて、その娘さんが2人いたわけよ。はい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 。東京理科大の横にね、あのー、うんうん グランドがあってそこでも試合があったんだけども、うん、金町のグランド、そこにね、あの四つ葉のクローバーが入ってるわけよ。四、ね、葉のクローバーそその、ねあの。小学生のその女の子はね、すごい探してね、マサん、うん、に持って,てくれたわけ。あれね、見るから始まってないよね、まだね。おお。おじさん、それをね、あのマイナンバーカードが入ってる薄いあの、

会話もあんまないみたいなことは言ってなかったらどうだった？<laughs> そんなん言ってましたよ <laughs>。まあでも8年経ってるってことですよね、えーえー。そう,うです、ね、う8年はでかいですよ。ね、なあそれはたってるな,、えーなん。おめでとうゴンさんね。おめでとうございますよ。ロが4年前だもんな。ああそうですね。あ年前か。まあもう4年半以上経ってるんね、えー。考えるとすごい昔な気もしますしね。 すごい前ですよ、ねああ、でもやっぱりロストフがあって、今回のやつがあるから、よりこうなんかロストフが前のことに感じられるようになったんですかね。そうだねー。そういうことね。うーん。ねー <laughs> ジジー <laughs> トークだこれは。多分ね、こん中に入ります <laughs> 半分ぐらい。レビュー早くやるよ、お前らみたいな。<laughs> 赤部組もごめんねでも200回だから許して1回ぐらいね,ねえ図書館の奥とかねあの区民センターの奥でおじいちゃん同士が将棋打ちながら喋ってる感じでねわかるわーあ今ティクパパさんがコメント頂い,いてい先日娘が4歳になりましたとあそ,かそういうことだよねゼロか,から4はやっぱり大きくなったっていう感じますけどやっぱこっからが早いじゃないですかやっぱり さんぐらいのねあれがいやそうだねえいや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 えそしてまた続いていただいておりますスマッシュさんありがとうございます、はい、えミルアカマンデーライム200回達成えこれからも楽しい配信、はい、楽しみにしておりますありがとうございます,いますえミルコミ放送局をやってた時から聞いてる自分としては嬉しくて涙出る <laughs> 乾杯ーとーやってました,るやったね、はい、序盤の雑談ラジオですねーーでもあ,あれですよねサブアカーの休み時間ラジオ とといううここですよねれんそうなりましたからね。ですねおはがきなコメントもらってやってたんですよね。今日もお便りいただいてますみたいな感じでやってすよね。やってたね。懐かしいわ。お便り来年でやめようってなったんでしたっけ違うんだっけいや、あんまり再生回数が全然伸びないからやめようってなまらったんけうそうそうそう、各チーム別とかね。うん、はい。 えそして高海さんナイスパレスありがとうございます,います200回おめでとうございますえ有名な同い年が札幌と岩田と南勝と東京、うん、ヤクルトスワローズにいますとこれはどうなんだどこなんだろうな,うなろう、ね、気になるけどね <laughs> ど真ん中できればね選手名教えていただければちょっと助かりますけど。だから言っちゃったら年齢バレるっていうのもあるのかなもしかしたら。バレるとまずいんですか。不潔 <laughs> <laughs> もあるかもしれないね,ねさん。36歳が41歳になりました。死なねえよ。<laughs> あのおばたおばたおばちゃんにもよろしくお伝えください。山田君。そうだ。 いやいやとね、オリンピックの時もね、ソフトボールをみんなで見たりしましたよね。ありましたね。あとグランドホッケーね。やってたんでしょうね。本うだよ。ね。でも、もともっとしていきたいですよねね。 まだまだいろんなことやっていきたいですね。それ、今年はさ、それこそさ、ちょっとあのちゃんとレビューやるからだけど、ちょっとこんな話もしたいんですよ。でしょうかちょっとこちらご覧くださいというか、みんなからコメント欲しいというか、大トン企画帽子は見る分かりやってほしいこと書いてくださいってので、今日、ここどう今日今ちょっとここら辺せっかくなって、パーってちょっとね、レビューもやるからね、レビューやるからやるから。いいいじゃなですかこういう企画があってもいいんじゃないのとか。 そう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 うそ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 ううそ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 でそう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 そ

スパイスカールズスパイスカールがわからんわいやー、ビリ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 もって歌って知らないですか声高すぎて俺に音届いてないよそもそもそうなんだよね先生の笑い声がたまに消える時の考え方がそれそれそうか、そうかいやいやいや、いやですねー先生、ミルワッカライブとこれやってほしいこと先生、ミルワッカライブで音色歌ってやって知ってますよ、先生、私 私、この間、なんかテレビから中なんかでね、<laughs> えー、クレバさんがね、音色を歌ってるとて、うん、俺、先生の声でしか知らなかったんで、ね、あ、これが音色かと思いましたもんね。<laughs> あ、アイステンゼネイロ、音色でしょあ先生歌ってたな。まっちまったよ、まるで音ってね、歌ってたね。<laughs> そうだね、またやりたいけどね、ありがとうございます。えー はいあトントロんありがとうございますナイツパです祝200回おめでとうございますありがとうございますあのあのあの清水の超攻撃陣を見事にゼロで抑えた岡山の守備陣を褒めてあげてくださいね確かにでもさすが代表ゴールキーパーって感じだったとそっか味わい深いゼロゼロだったわけですよねそうですねワインセーブゴンさんねそうだねちょっとまた後で触れられたらなと思いますのでちょっとお待ちくださいありがとうございますコメントなるほどね。 寿さんからいただきましたね、やってほしいこと、早くレビューを。ちょっとちょっとするからさ、じっくり気持ちよレビューなんかやんないですよ、今日多分。いや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 やさすがだな、ありがとうね、寿さんもね。 さん、同日の六カ所候補の試合を絞り、東京駅でサイコロ振って出た目の試合を見に行く。これはちょっとね、どうでしょう的なやつでしょ。そうだね。これやりましょうよ。やだ。これ俺こういうの大好きですよ。でもやあのそうね。俺つくまで倒れそうだけど。俺 iPad をゼッケンみたいに付けてます。先生ここにいてくださいよ。ピョン基地、ピョン基地みたいな先生にいてもらって、ワーっつって。 いそ,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 そうだねー。どう反射してるカメラさんが欲しいですからこれねそうですね。うん、いいでかし、ね、さんが取りに来てくれるんじゃないなんか地元の駅でねさなんか迎えに来てくださいよ。<laughs> そうだねー。ね ササポサポさんの家に泊まる企画は,僕たちは諦めてないですよこれこれライブ配信でやってたからね、うんうん、あとはスタジオでみんなそれでマーさん迎えに来てくれたら嬉しいなって感じになりますよね。ねいいよね,ねあの。一宿一晩の恩義でねくだらないネタをやってね <laughs> ご家族の前でね, <laughs> ねおばあちゃんとかねお孫娘さんとかがピクリとも笑ってない姿とかも見ていただいて <laughs>、ね、ありがとうございましたっつって。 <laughs> おじさん,おじさん、ね、<laughs> えー、そして寿さんからまたいいのきましたね、はい、これね、はい、やってほしいこと、はい、イスマイラ現地インタビュー。モルドバだっけモルドバ <laughs> ちゃったよ俺たちのイスマイラねあのまあセリフっていうチームに行ったんですけどフフ、うん、はいあの皆さんちょっとびっくりなことがありましてだセ、うん、リフ今年あのなね、うん、あのー、E C L ヨーロッパカンファレンスリーグの決勝トーナメントに残ってまして、うんうんうん、ああとかデスとか、ね、<laughs> <laughs> そう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 だからイスマイラーあの J ワンからあの欧州の完全に舞台に飛び込んでいくことになりますので <laughs>。 素晴らしいなと楽しいねしいそうですねううなんか歌かみたいな存在に一回なってからね行ってほしかったんですけどねそうですねか我ーちょっとね親心としみたかったですよねそうですねちょっと楽しみではありますけれどもうんいいいうはいというところですね,、うん、ねいや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 ,いやのスタジアムのイベントでトークショーを出てほしい,いこれの,こういうのもでもさ、うん、もうそういうイベントがやっと復活しているわけでしょ今 そういうことだね。あ,ーううもあると嬉しいね。そうだねー。うん、ねあるかもしれないし。うそうですね。うん。ね、どうでしょうの二人とかもやってたわけでしょあったねあ。あ、嬉しなくなっ,つっ,てやってたやつでしょう。<laughs> いや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 。うん。まあ、あとはね、さっき同じような。のはい。 ミルクの旅っていうののカメラ回したいですけど、ね、僕カメラ側でね <laughs> お前何そこれも食えねえのかバカ野郎っつって何 <laughs> <い> <laughs> そんなこと言われなきゃいけないんだよ食べろよっつって食 <laughs> べるよ <laughs> おやめろお前,お前あのそっとするやつは食べんじゃない迷惑だからのこの野郎ちょっとチロっと舐めてみろよっつって <laughs> っ違うじゃ救急車を産んどけよって言うからねこっちは時代に合ってないねこれねそうなんだよね違<う>な <laughs> <laughs> なんかこの4年間でそういうのも<ー>ちょっと結構あれになりましたね,だねかなりね。プライねあれもありま、ねうん、うです。そうだねー。うん、ノーノ伸ルクの旅やってほしいみたい。うんうん、<laughs> どうかね。う,ね <laughs> うん。いや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 ,いや、えー。各サッカークラブの y o u t u b e とコラボとか。 なんかね、やりたいやりたいって言ってるんですけどね。お声がかからないんですよね。これやっぱ気がついたんですけど、えー、サッカーユーチューバーっていう方々はサッカー YouTube を見てないね。はい、<laughs> 忙しくて自分たちのものづくりに。始める前は見てるかもしれないけど。 いいななら見てんじゃこれは結構あると思いますよ。そうかもしれないね、これは。いや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 、そうだよね。かベイが大手おい、あの新潟のスタグルですね、おにぎり。ああ、はいはいはい。でございます。 いやそうなんちょっと食べてみたいですね、これは。ああ、ね、ネコパさん、ウラギさんとコラボしたことあるのでね、いつでもさ,させていただきたいですけどね。えそうなの。あと、いろんなタイミングもありますからね。状況で。うん。そうすね、じゃない <laughs> 4年経ったからね。<laughs> そ,うそうです、そうです。そういうこともありかもしれない、えー。そうですね。フレッシュな女子とか入れますかね。 新しいな入ってない方がいいですねこれねアハハハマメコンさんの娘さんでいいんじゃないですか言っからあげちゃんとかダメですかいやいやどうなりますかねえ難しいたしかそうですねどうだね鹿児島来てほしいも城中100円だよだってまあ影ちゃんを入れるっていうのも手ですけどね <laughs> 一番大変でしょそれ。 いやでももうその日向坂の卒業を発表しましたから、まあ、いつ卒業なんかまた明らかに。卒業事務所を辞めてフリーになるって意味じゃないからね。そうなんだよね。そうね。いや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 、そうだね。まあそんなこともあるかもしれませんね。ご、は、ざいます。ちょっとこれも適宜募集しておりますので。そうですね。あのメンバーシップ入られてる方は、はい えー、あのメンバーシップのねそのいろんなところでも随時募集しているのと、うんうん、あと、もし、ね、そのメンバー入ってないよって方でも、なんかパッと思いついたら、あのまあ佐藤、またはマサ、はい、えーまたミルワーカーのツイッターにこう名ョ付きで、はい、こんなの思いついたけど、どうでしたろうみたいな感じでいただけたら嬉しいなと思います、ね。まあ、配信とかね、こにねなんかやったら、はい、まだくだらない話の生配信とかもやりましょうよ、どっかねそうね。ね ねお願い、ね <laughs> うん、ごいでございます、ね。<laughs> あこんなの来ました、まずはカシさんから、まあえー、佐藤さん、ま和さんとリスナーさんで実際にサッカー、をフットサルをするって。われわれ、我々あの東海オンエアとかじゃないんだから、ね、無理だろう <laughs> おじさんそうですね、たぶん多分、やったらたぶん、もうあの1か月くらいとれず、動画上がりませんよ、皆さん。<laughs> あの病院からお送りすることになりますからね、<laughs> 骨折して、間違いなく。なるほどね。うー,うーん。そういうことだね。そうだねー。いや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 ー。はい、ね<ー>ね。だからちょっと、やることの基本はね、うん、あるとしても、うん、なんか僕だけタイに引っ越すとかせういもの面しくないですか。<laughs> <laughs> ね。1年経ったんで、じゃあベトナムに移りますとかね。

振って指名された。うん、あのリスナーの方が家に泊めなきゃいけないっていうね。で、地元のあのサポーターさんの集まりも企画してもらって、そこでご飯を振る。舞ってもらい、うん、夜はそのサポーターさんの家大家族がいいですから、ね、一番ね。迷惑かかりそうなところが1<番>、ね、ワンルームはちょっときついからね。うん、そのとこ一番いいと思うので、うん、あの正月にみんな集まれるようなところに私だけ居させてもらって。 <laughs> いやいやいや,いやなんていうんですか、うん、ワンマンショーをやりますんでね。それ <laughs>、ね、<laughs> からね、着替えて何かも出てきますんで。<laughs> うん。それで。それをじゃあから毎週やっていけばいいんじゃないですか <laughs>、ね、毎週やったらやっぱ。60チーム制覇でやるやれたらね。ねね 大変だな、仕事も含めず、それやる、切るのは。新ネタとかか作れれるかもしれないですよ <laughs> <laughs> ねいや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 、そうだね。うーん。そして参りました、直丸さんから、えないつぱです。えなんやかや言いながら35分、早くレビューをと。<laughs> ね、確かに <laughs> そうだね、そろそろ行きましょうかね。 まあととちょっと終盤で、ね、また、ね、200回改めてありがとうって話させていただくので、はい、ちょっとちらちら,ちらリグしいきましょうかね。みんなありがとう。うん、か,だからこんな一生やってたタイプなんで、先生がね、<laughs> <laughs> 先生の,あのどっか全員でもらって嬉しいです。そうですね。はい、まあざっくりちょっとやっていきましょうかね。2> うんえー、第2節もね20試合やりましたので、一応結果とかだけ振り返っていきましょうね、ざっくりね。はい順位表の話はもう,う今日の朝にしてるんで、<laughs> 左側だけ見てくださいと。うんはい 結果、こんな感じでしたね。え、金城湘南横浜12から始まっていいか、こんな試合結果になっております。よく考えたら、京都と浦和だけだったんそれ点取れなかった、中番だそうですね。うん。そうなん。ですよレーはしたけれども、一心も食いてると、あの、広島の。そうだ、塩谷選手の。あれって、ああいうとこあるよね。あるね。あれは塩谷選手だよね。 そうだね。ありゃすごかったなと思うわ。うん。あのカバヤ選手のね。うん。あれメッシュよりすごいじゃん。メッシュだったんな見たことないよ。<laughs> かわした足でシュート打ってたよ。シュートやっぱ。三人目をかわした右足で軸足を引き寄せてシュート打つそのまま。いや例えば。凄いねあれね。凄かったねー。ベストゴールはなんですか。カバ選手か。 塩谷選手かかどうかなまあなんか切り取りの再生回数で考えると多分ダントツでカバヤマくんじゃないかなっていうのは、うん、あのシチュエーション考えて家長選手の PK2 本目のあそこのい,いやそうなていうねうん分かるねあーインパクトは強かったですよねこれはあるねわ、ね、かるあとやっぱ小川晃樹のツーボール うん、バキバキそうですね。あとワールドカップ組、うん、町野君のゴール。ね、あと細山をね、うん、開幕戦からの2戦連続得点。<laughs> そ,うだそうだ、そうだ。いろいろあったんじゃないかなと思いますけどね。試合でしっかり結果を出した細谷選手ね、柏。すごかったなと思います、ね。町野選手で言えば、のニンニンポーザーでしょ。 えー、際にあの、手裏剣の下りを足すっていうのがね、ヤベっスタジアムでもやって。ああ<ー>。実際やってましたけども、もあ、先生、どっちがいいと思います、こう、2二度終わるのと。うん,うん。最後、手裏剣をふいっと投げて、ね、ちょっと変顔するっていうのは、どっちがいいと思います。俺、手裏剣まである方がいいんじゃないかなと、ね。そう、ね、私もそう思いますね。うーん。あれ、やっぱ、やっぱりね、あの、どっちも良さあると思って、私思ったんです。うんうん、あの、あの、手裏剣なんて、あ、手裏剣じゃない、あの、去年まで、何が格好いいって。はあ、は、言いながら、こうやってるって、かっこよくないですか。 そうですね。ない,すねないね。うん、ただ、手裏剣だと、ここで終わりですよっていうのがわかるわけですよね。そうなんだよ、はい。あと、人間の二面性を見れるわけですよね。二 <laughs> つの表情と、ちょっと変顔と動き、子供が真似しやすいな、後者だと思うんですよ。よ、ね、いや、そうなんだよね。<laughs> ちょっと軽薄さは出ますよね。あれでね、ねなんか、海外の人とかも、ああいうパフォーマンス好きそうな気がして、僕は。もちろん、そうですけど。真似したくなんじゃないかなって。っ方の問題ですよね。 まあ、そうですね。カメラ的には終わりどころはしっかり分かってるんで、あっちの方が尺的な取りやすいかもです、ね。なるほどねー。ねねいや、いや、いや、いやー。そうか。伊河は,は防守利権ってこと。あそこ大事なんだ、町の編集やってた、あれはね。あ、そうなんだ。はあ。こえは、これは、こう,いう、しょう、こうがってことですか。なるほどなー。こういうのもこうやって投げてでしょ、一応こうやってね。ねあんな飛ばないよ、ね、おせんべいじゃないんだよね。<laughs> あっがなるほどねー。えってことで島原さんからいただきましょう。まず<い>ちょっと、えー、スポーツお願いしてみいいすかおい,おい。あ、読んでいただいてもよろしいですか,おいですかはい。お願いありがとうございます。えー、マンデーライブ200回おめでとうございます。今節では広島新潟の前半でございます。新潟が2点選手は開幕続き良かったと思います。特に17分で。ね 堀米選手が奪ってから水戸選手と伊藤選手によりパス出しのタイミングと,とそれぞれの動きフィニッシュの太田選手までよき連携が見れたと思いますポストでしたけどね今週からいよいよ J3 も始まります週末30試合ですがもちろん見ちゃいますかということで,しままんですありがとうございます,いますナイスパーで,ここで聞いていっていただきましょう 2>, <laughs> 2人のー 2> <laughs> で<波> <laughs> <laughs> でだだよよなんまあちょっといただいたのでじゃあちょっと広島新潟っていうところですね、うん、あのちょっと気になってるのがこれ皆さん、はい、新潟サポの皆さん広島サポの皆さんちょっとこれどう思ってんだろうなっていうところがあっていや新潟はまず超強かったっすよね強かったもうまさか打ち勝っちゃった広島にね なんか去年の,の J3 から2に上がった熊本だけちょっと最近だと例外だったんですけど5人交代制の始まってからだと1個、カテゴリー上がったチームってうまくいくケースってあのほらプレス型っていうかボールを非保持のチームの方がある程度うまくいったんですけどなんか、新事はボール保持しながらっていうかね。 広島に対して、<う>しかもなんか外しきって入れてた得点あったね。うん、そうなんです、ね。完全然に外しきってね。これをだからやっぱ新潟今までのこうぜあ、うん、の昇格チームとちょっと違うかもしれないですねはい、はい。でもさ派手にねこう補強したわけじゃないってところがまたいいじゃない。成熟度の方を大事にしたというこれ。っていうことですね。信じたですよ先生これ。うん愛人さん呼べば行ってもんじゃないよっていう。そうですね。 そうであとね、ちょうどあのいい、その流れの中でいいコメントいただいたんで、言いたいんですけど、猫厚、うん、さんから、でも最終的にボール支配率負けてましたよ、新潟はっていうコメントがあるんですね。俺、ここがだからよりミソだなと思ってて、新潟だから、もうやっぱボールは保持してるんだけれども、あのしないときはもうしないじゃないけど。うん あのちょっとそういう使い方、J1 だから、ちょっとそこら辺はなんてことになってきたのかななんてこと、ちょっと思うんですけ、ね、ど、ただ自分たちが、うん、そう、あの保持するよって時間のときに、うん、あのちゃんとあの相手に奪われずに保持しきれてたっていうところが一番でかかったんじゃないのかなって、すごく思ってまですね。でね、ちょっとね、すごかったの、これだなと思ってるんですよ、ちょっと、これは右側、どうでもいいで、左側だけちょっと見ていただきたいんですけど、やっぱ最近で言ったら、この男なんですよね、ここ。 太郎伊藤普通だったら、やっぱりこの広島のこうダブルボランチの松本大使、の津田枠との2人が、基本的につかなきゃいけないはずなんだけど、うん、あのここがミそというか、うん、なんか気づくと伊藤遼太郎選手の周りに、2人がいない状態で伊藤さんがすっと、なんか、マーク外してるってこと,ですかと,いことだと僕は思います。 あんだけ広島がいわゆる伊藤良太郎選手マークをあのボール保持している時にこうつけないってことはないと思うんで外せてたって言い方の方が多分正しいと思うんですけどもを取ってたってことですねどうですねそこがだから伊藤良太郎選手の成長でありあるみで広島戦でこう新潟が勝った勝因に漏れはなってるんじゃないのかなともすごく感じましたねそこ注目っていうことですねそうですねなるほどうん。 そうだねーうーあとはね、俺ちょっとねー、頑張れっていうかね、つい、うん、に来たなってちょっと思ってることがあるんですよ。あのこのこみ,み,みんなに俺はもう言いたいんだけど、<laughs> ここにボランチこの秋山君ね、一時はほら、J2 新潟から J3 沼津とかでのレンタルとかもありましたよ。J1、ねねはい、のレギュラーとして輝いてたってのがすごくよくて。ね でこれ、も3、4年のこれもだから、積み重ねのあれですけど、新潟00世代って4人いるんですよ、1人がこの秋山君、1人が今ね、栃木に行ってるゴールキーパーの藤田君、もう1人は今週末開幕ですけども、J3 鹿児島に行ってるね、あの岡本君、そしてもう1人が今、ベルギーに行ってる、ですよあいつかは4人で、同じ世代で新潟でレギュラーつかもうねって言ったけど、それはちょっとかなわなかったけど。 なんかそれぞれのチームでみんなレギュラーって感じになりますから<や>なんかめちゃいい話一回コメントしの c もはいますね,いいねっ <laughs> はいはいはい,はい、はい、めちゃめちゃいい話じゃないですかこ、ね、ん,<ー>んなところもあるよねうんうん、うん、いやこれやっぱね昇格組の、ね、爆笑はいつだって気持ちのいいものですから、うん そうだね。盛り上がりますから、やっぱりね。そうですね。藤枝とかね。そうだね。まあ、いわきも頑張ってますけども。そうだね、ちょっとまさか、せっかく藤枝って話が出た、ちょっと藤枝いきましょうかね。どこだ、次ぐらいかな。そうですね。はい、山崎。藤枝、長崎でしたと。二ゼロで。藤枝でした。ん辺亮。 でしたねなんかすごいねだここもさ昇格してきたそのままのやり方でうんだって最前線五人いるときあってもまいつも325だよね長崎入っててもそうなんだ三二五ってなんだって思いますよ先輩の胸借りるところがね先輩に対して325ですからそうなんだよね特にさだってあの キーパーパ長崎、畑野選手でセンターバック、今津選手でこの二人で去年、J1 じゃないですか、うん、広島と東京で。ってことは、G1 クラスでもやれたってことでしょ、うん、藤井さ、ねね、ん。うん、って言ってもう申し分ないと思うんですよ。本当だよね,ねいや、坂さん盛り上がってるんでしょうね、ちょっと雰囲気聞かせてほしいね。そうだね、うん、これただね、実の,のあの長崎以外のサポの皆さんにちょっと俺、言いたいことがあって。 これミルトとプレビューでも言ったんだけど、うん、長崎、今年やばいんですよ。やばいアウェイに行くとき、全然実前乗りですって。全然実も、あお金を使ってるってことね。そういうこと。コンディションをすごい大事にしてるってこと。そういうことなんですよこれだって、長崎新スタジアム構想に向けてね、うん、やっぱ J1 で迎えたいとか、そういうこともあるんじゃないそういうことだと思うんですよね。 で今回多分ねあの宮城くんなんかもあの川崎からレンタルできてますけど、うん、多分ねレンタルレンタルのその年俸だとかすべての一切のフィー分長崎が請け負ってるはずなんですよ。全部ちょっと珍しいあれですけどあ本当はあのレンタル元が出すこともそう川崎が出すはずなんですが多分ねうんそうなはずなんですよねうん,ねうんだけどまあ、そんなところも超えて藤枝いつも通りの利得点みたいな感じなので。う ここはちょっと強いんじゃない。二郎がフィニッシュするなんていうのはもうだって狙い通りと言いますかね。狙い通りですから。ね、ええー。思い返せば監督今の方になってからずっと面白かったですよ、ジェスリン見てましたけど。そうだね。だって勝も負けても面白かったです、とにかく。武道館っすごいよね。ついてきてるっていうね。<laughs> う,んう,んう,んうん。監督メンバーを変えたわけでもないわけでしょそうですね。ね、うんうんうん あのめっちゃこう補強みたいな感じのことはせずにこの状況なので、まあまだまだいけるでしょうね。やり方変わったわけとかでも全然ないですからね。相も決して悪かったわけじゃないという声もありますから。そうですね。だそれだけ藤枝の今のやっぱりこう勢いみたいなものはまだこのあと勝ち癖。 これが強いんじゃないかなって僕は思いますね,すね。なるほど。秋田とやなんだ次は藤井だね。彫たて対決。そうなのよね。これはどうなりますかねー。うーん。<laughs> いやいや楽しみでございます。エンターテイメントよりね魂 <laughs> 食べたな。<laughs> <laughs> いや秋田はあのあエンターテインメントですけどな、な <laughs> ブロックはねそうでしたね、えー。ありがとうございます。あとちょっとせっかくなんで、あえっとねさっきちょっと触れ触れたかったから、ちょっと僕先に触れてしまったんだけど、どこ行ったかな。はい、この試合いきましょう。ーゼルビアと群馬2-0でゼルビアということになりましたと。うんうん まあ先ほども言いましたけどね、この天笠選手、はい、あの普段だったらこのサイトハーフで出ることとか多かったんだけども、いわゆるボランチでまあ出ることになりましたってことで、町田の黒田監督にとっては、くしびきさん、天笠さんという2人の教え子と対戦することに。ーう,な <laughs> うん前回、町田ね、あの仙台戦だったら、本当は合計選手と対戦するかなと思ったら、合計選手がなんか体調不良だったのか、なんか分かんないですけど、開幕戦、ベンチ外だったんで。 初めての教え事との体制になりましたけど,どちゃんと勝ったっていうねを聞かかしたんですかねそういうことですよね青森の頃のことを思い出し寒気がしたとか <laughs> なんとかね <laughs> まさかね,、えー、でねそうだね,なるほどねあとこれみんな忘れてると思うんだけど、えー、なんかみんな同じことしか言わないからあれなんですけど、えー 青森山田の監督だったってことは、しかも長年ね。うんうん、ってことは、の交代連とか、高校プレミアとかで、ほとんどのプロ選手と戦ってるんですよね、黒田さんって。抜けていった人、有名選手、プロになるな選手は、もうカウティング済みでもあるということですか、あるし、ね、僕はそういうこともあるんじゃないかなちょっと感じてますけどね。ししでょ あんまり山田っていうのは徹底的に相手にシュートを出せないというサッカーをすると先生おっしゃってましたけども、そうなんですよ。ね、この日ももうゼロに抑えたってことですね。そうですね。うんうん、これあのまさにその木先週木曜の徹底予想チャンネルで僕言わせてもらったのが、はい、まあ一点そのセットプレー関連で取るんじゃないか。で、うん、あとはただ流れの中でなんとなん間なんやかんやがってもう一点取る価値があると思うんですよって話したら本当にそういうことになったんですけど。流れの中でどんな点得点だっけねマチラの。あ、一点目がですねあれです。あの下田選手のいわゆるフリーキックで行け。 ジュラとのトーンですねあ。すごかった。俺それ言いたかったのもう雷撃ですよ。あれは本当にね。ジュラ、ジュラトって感じよね。<laughs> いや、そうね。ジュラシックヘッドですよ。あれは。最近、ね、ぐらい吹っ飛んでなかった。あれ。すごかったな。あれ。<laughs> でしたねー。すごかった。から立ってるわーと思いました。ね。これだから。ジュ,ジュラトって感じです、ね。<laughs> だこれ、あのセットプレーの鬼である下田北斗から、セットプレーのそれこそね、あの対応するヘッド側の鬼である池田ジュラートで決めたってのはあの補強としても、いわゆる GM さんだとか含めてるのをやり方の成功ってことは言えるだろうし、ねえあと、小中選手の,あのドライブかけた、ドライブ回転かけたフリーキックね。 あれも下田選手がもう下がっちゃってたので、うん、まあ高井選手と小永選手、2人どっち蹴るってあれだったんですけど、うん、高井選手が、小永君のドライブかかったのファーにかけるやつだったら入んちゃねって言ったら、本当にそれで蹴ってみたら入ったっていう、ねえー。そうなんですかだから、一番驚いてたのが、多分サポーターじゃなくて、監督だったってこっちがありました、ね、いううん、一人のファンみたいでしたもんね。すいよかったなーって感じましたねー。うんうん これ群馬が対策をしたんだけど、あのちょっとセットプレーのところのあれがちょっと1個、町田の方が上回ったのかななんていうとこでもあったのかなと僕は思います。そうですね、ありがとうございます。当然、6か月っていうところがあってね。直してほしいですね。はい頑張ってください。 そして続いてスパチャいただきました、マレさんでございます。ナイスパーです。ありがとうございます。っありがとうございます。うん、しい。開幕、連勝を収めた山形ですが、連勝できた理由はいくつかあると思いますが、データ面では何かありますかといただいておりますと。相手とありがとうございまますでしたねあ、ちょっとそこは強かったよ。とええとこですか 全員とデラトーレと、あれだ、あのもう一人、千賀川ス、うん、はす、い。だったかなというところでしたけど、まあ1対3でしたね。はい、あの千葉のまたの小森ヒーロー君がまた点取って。<laughs> これはちょっとすごすぎますよね。ーねね千葉銀含めて3週連続得点ですから、かちょっととんでもないことになっね

まあってことで僕としてはあのそれこそまあいいいいいかかね、まあ、<laughs> どっっちかがいいなと思ってごめん,、ねごめんね、いや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 まあね結局1対3で勝った山形ってところはあるんですけどはい、はい、まあちょっとでかかったなって思うのはやっぱり諦めないところかなっていうのが山形あのやり方に固執するってのはのは、まあ、去年までもまあ良かったところだったかなと思うんですけどはい、はい 折れなくあのちょっとだから川崎が鹿島に勝ったそういうなんか勝者のメンタリティーみたいなものがちょっと強かったかなと僕は感じていたりしますけど例えばなんこれ試合見てた方だったら大体分かると思うんですけど、うん、あのいわゆる攻めてた回数だとか、うんならペナ内に入ったとかアタッキングサードでのいわゆるパスかわした本数だとかで考えると。うん 大体のものはあの千葉のもは方が上だったんんああんでですすよそうん、うなね、うん、ただ主にあの山形の右サイドから伊坂全員がまさにってところなんですけど、うん、右からの突進とかアタックに関してだけで言うんであればントツで山形が勝ってるっていう数値があったりとかするのでちょっとそこだったかなぁとは僕は思ってたりもしますね。 自分たちは1点取られてたとしても負けることはないから、ガンガン攻めていこうぜっいうやり方が聞いたのかシュートも結構、千葉のほうが倍ぐらい打ってたはずなのでそこが僕は聞いたのかなとっったから迫てるいいデータだとこですねそうちょっと先にもう一点千葉が取れたら3、1千葉だったってところあるかもしれないですけど逆にねうんまあ相性の良さも手伝ったのかなとはちょっと思っていたりします。 ヒーローになるとき、ああ、それは今らしいですよ。これ本当ですかあ、本当なのっぽいですよね。まあでも、そう,うな,ん、ね、なんだろうなう、ね。ちょっと古すぎて僕でもあんまりわかんないですけど <laughs>、ねああ。合ってる気がしますね。<laughs> 本当は何なんですかちょっとねえ、うん、まあ本当なんだろうけど、確かにね。 になるところでははいございますありがとうございますはいそしてあのもう一人でございます続いて w スプさんから頂きました。ありがとうございますありがとうはい秋田は高田選手がキレキレすぎていつ引き抜かれるか恐ろしいですとあい頂いておりますなちょっと熊本秋田戦にちらっと行こうかなと思いますそうなんですよ はいい、えー、熊本秋田でございますこちらはあの0ロ1で秋田が勝った、えー、ゲームでございましたと、はいえー、特にあの秋田、あれですね、中村亮太選手の、えー、クロスっていうところに、うんえー、ボランチの藤山選手が、うんまあ、ヘッドで決めて、まあ、0ロ1で勝ったという試合ではございましたと。飛んんででますすねねそうなよただね、確かにこのワスプさんの僕はコメント、すごいわかるなと思ってて。はいはい 俺もちょっと正直、一番印象に残った選手で言うんだったら、この大卒ルーキーの高田選手なんですよね。右サイドバックで出てるんですけど、あのね、クロス8回とかだったと思うんですよね。うんうん、で、他の選手の確かマックスが2だったと思うんですよ。2>, うん、2がねそ。そう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 。ダントツだったはず。あと、ドリブルでの成功数と、はい、確かね、タックルも高田選手がトップのはずいない、試合い だこれあのヨーロッパだったら、の大体こう三笘選手とか、伊東純也選手みたいな感じでフィーチャーされても、確かにおかしくないなってぐらいなので、一連まあ大卒一連目の中でいきたい夏に持ってかれるっていうのは、ちょっと今までの慣例からしかほぼないと思うけど、ちょっと冬移籍っていうふうになると、現状、かかんななないいもしれないですね黒木さんとか、ちょっとね、怖いじゃん、っぽくていやそうなんだよね。でもやっちゃっていところがありました <laughs> さん飲んでたらすぐ飲み物次の夜やな話での見たことないからね試合中の印象だとねそういことがありますそろかったかなと思いますありがとうございますでこれちょっと10時ぐらいになった告知をはい明日の28日火曜日21時からですね見る赤奥座敷まメンバーシップコンテンツでございますまあ序盤攻略と書かせていただいておりませんっていうのが一体終盤までの間で一体どれだけの割合 収集も5人交代時代2年目になりましたからそういうことなんでございますいろいろ前年度との資格ができるいうことですねうういうことなんでございますよ。結構ねいろいろ調べてみた結果でしたけどはい、はい、序盤これまでも大体ねあの5試合6試合でま自由取っとけばね勝ち点あーいわゆる結果的に、ね、優勝争いとかいろいろ話しましたけど、はいはい、もうちょっと細かいの出てきたなってところがあるのでシーズン どの数値をどう見ていったらどう楽しめるのかってところ、そして自分の今のチームは一体これからどうやっていけばいいのかってことがなんとなく分かる回にるからなるはいうました。よろしくお願いいたします。ます <laughs> そうだ、はい、ミルトと 俺、何位になったんだろう、はい、1>, ?1 位じゃないかなそうだ、見とけよかった。<laughs> 1>, 1位じゃないかなどうなんだろうちょっと見てきてくれないかな <laughs> お願いします。ちょっとごめんなさい。竹<え>に見とけよかったね。ねなんかちょっとね、くるくるしちゃってるの、あれなんかね、あそうなのちょっと今、あれ、やれること全部やってみますね。はい、ありがとうございます。まあ、そんな感じあのメンバーシップの方ですね、えー、概要欄に URL だとか。<laughs> <laughs> ごめんね。また見てなかったよ。ごめんよ。<laughs> 何してんだ？これ,これでね。治る時あるから。 お間違い直ったら。<laughs> <laughs> 違う違う違ういろいろやってみましょう。ごめんなさいね <laughs> お願いしますね。はい。ええなんだっけ。え <laughs> えそのメンバーシップの方はね、概要欄だったりだとか、ええこのね皆さんが見ていただいている画面のあのコメント欄の表示だけちょっと一回止めてもらってとかで、ええメンバーになるみたいなボタンとかが出てくる人多いと思うので、そちらをしていただけたら、ええメンバーになることができますし、ええ今回。 はい、月日で我々トークライブね、オフのオンライントークライブこれ今回のよりやらせていただくんですけれども、え、うん、過去のアーカイブなんかも、うん、そのね入った月は見ることができますので、はい、でぜひ見ていただければと思います。しお願いします。お願いします。いいよと。とできることはないかな。お。チャット GPT を閉めて。な、うん <laughs> で使ってたんだよ。そうそうそう。相談してたんです。今後俺どうって。 ヨシテルさんからマーサン届きました。しマーサンミルトとの現状のランキングアップしております。三十五位。やったー。ありがとう。でで <laughs>。ありがとう。すご三十五位って結構ね上位ですか。これ何人いらっしゃるんですか。今ね五六百人やってるはずなの、うん、って。上位ほらほら。五パーぐらいに回ってくるじゃないですか。バリ先生の一番弟子としてね。 <laughs> やってきていますから、皆さん、これ、ごめんなさいね。<laughs> い,やいやいやいや、父ちゃんまでお願いします。これこ五百人中だって、これ名門校の三十五やった、私、東大とか行けちゃうんじゃないんですか、これね。<laughs> 先生ね。ありえるかもしれませんね。よこれ、魅了か。ね。いや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 。あと、なんか、今、ちょっと、コメントいただいておますが、うん、飛び飛びすぎて、告知がちょっと、なかなか、わかんなかった、ね、ということなんで、一応、もう一回だけ。<laughs> はい。お話す状態は非常に良好って出てるんですよ。あら。うん。 じゃあちょっともうちょっとしたらもう一回や,りやろうかなそしたらね,でねはいじゃあ先にちょっと頂い,いてるコメント読ませていただきたいと思います,いますえスパシャいただきました世の,の青年さんからでございますありがとうございます,いますえー、なでしこジャパンはカナダと対戦して3対0で勝利いたしましたと <laughs> え4チーム中2位で大会を終えました、首位は3戦全勝のアメリカ以下、1勝2敗になり、得失点され、日本が2位になりました、うん、えブラジルは日本に勝ち、カナダがブラジルに勝ち、カナダ,が日本カナダに日本が勝ちましたということで、3ビだったんですね、ここップうー ねありがとうございます。あ、ユーチュー e 側の問題かもだって22時ちょうどだったあり得るかもね。そういうことか、そう生配信始めた人が多かったのかもしれないってことそうですよね。徐々に大丈夫かな、治っていくといいかななんて思いますそうですね、ありがとうございます。一応もう一回だけ告知させていただくと、明日の、明日のまあこの時間、同じ時間ですね、28日火曜日の21時からメンバーシップライブ奥座式で、 えー、こちらやらせていただきます序盤攻略という五人交代制の中では、えー、序盤の勝ち点ってものが入ってどれだけこうシーズンの最後のところ最終結果にどれぐらいの影響を及ぼすのかってことをデータでまとめておりますので、うんね、ぜひいていただければと思いますお願いしますこの三人がヒントになってるんですの <laughs> かもしれないなぁトロッキーユンカーエヴェオってことでしょうこれ <laughs> そうのヒントがあるってことね。え、分かんないですけどね、なんだろうね。ああいう絵ですから。うんうん。かつしな文字を取りますとね。パートリッキー・ウンカイ・ウベル分かんないけどね。とりあえず、現状の首位のチームから持ってきましたけどね、2連勝したチームね、この3人。ということで、ございます皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくです。 あとあたりね、準計、この2日終わった段階の順位表動画、こちら出させていただいておりますので、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてマルシュさん、内面でございます。メンバーシップ加入ありがとうございます。ありがとうございます。あまはい。そしてもう一人いただいております。白ラにギくんありがとうございます。セレッソ、我が軍、勝てない、かれこれ、半年、取って、取りますもんね。 まあねでも半年勝ってないそうです。ああ、そうなのうーん、そうか。見たいする単純にね。うん。勝ちかね。そうね。まあでも来るでしょ。いい試合。そろそろ来るでしょ。ウエジ上ー選手の左足も座ったね。よかったよね。上条選手はなんかもう前から僕はアリシーの香川選手みたいに見えてたんで。ああ。お互い刺激になりそうな感じしませんそうなってほしいです。 えー、もどんそんな感しますのかね勝そんな感じしますよ、ね、以上井さんとか仲間さんとかも結構香川選手っぽいなと。髪型がね。<laughs> かもしれないけどね。ね <laughs> ねまたね福岡のこう勝負強さも出ましたよね金森選手の最後のね後半でしたのタイムちょっと前のゴールっていうのが。 ありましたからね。あ、ケイケナムさんからったでしょこのゲーム後半ね。そうですよね。ケイケナムさんからも届きましたセレスト。去年の九月の九月の浦和戦以来勝ってないから。そうかいな。本当半年ですよね。彼のあのシューとは力強で何度見たという。見たよね。藤さんというなんかね上のバーに当ててガン耐えるなんイメージがなんか私そあるね。思うわ。この選手も福岡のねキレキレで切れてましたね私好きなんです。 やっぱね,そうですねチャイチーのねチャイチーの技師は私好きなんですね。うん <laughs> う なんか福岡もちょっとなんか山岸選手ルキアン選手がなんか今野選手なんかうまく生かそうとしてる感じがすごく見受けられたので。うんうん、なんかフィニ、あのなかなかこう展開としてこうじれる展開の時には、まあ今ん方みたいなところが出てくるっていうのも今後もあり得るのかなあなどね。思いましたね。うんうん、ねルキアン、まあそこでこう横に流せる外人さんってのいいですね。いいよね前選手が入れたんでしたっけね。そうですね。るる最後ね。前外人さんとやるとちゃがね、うん、うるうっつってね。 <laughs> ね<え>そうだねあとセレストはちょっと怪我に早く戻ってきてくれればってと、あのと、ちょっとびっくりしたのがあれでしたね、はい、この翌日にあの練習試合があったんですけど、はい、あのセレストの左サイドバックやってたのが、大迫塁選手、うんあ。だからなんかね、<ー>ギ井監督もなんかサイドバックでこのままやらせるらしいんですあもう現代サッカーっていうのは、ボランチとサイドバックを区別しなくなってんですか、これ。あみたいですね。ね 右サイドバック左サイドバックというよりも、ねうん、その辺りを4人みたいな感じなんですかね。なんかやっぱ小木監督的にも大迫選手的にもちょっと、ねうん、ジンチェンコみたいな感じ、今、アシナルはい。ウクライナ代表ではインサイドハーフ左にやってるしアシ、うん、で左サイドバックやってるけどでもパスの出し手としてね左サイドバックの人が活躍するみたいなそこのプレッシャーの中で出しちゃったらいいんじゃないのっつって。 なんかね、前節で言と山岡選手がこの日いなかったってので船木選手が出てたから、ちょっとなんかあったんだろうかなと思うので、でもうちょっとディフェンス、サイドバックの控えもういないレベルですから、セレッソ、<ー>もしかしたら次の試合、急に出てくるとか、もしくはあのルヴァンカップで登場するなんてことはあると思うから、うん、注目したい、うん、はいですね。えー、でございます、ね そして続いてまたいただきました、ワイユーさんでございます。マリノスは川崎・浦和に勝って強い感出てますが、次の広島に勝ったらいよいよ今年もいきそうですねと。バッタバッタとくるじゃない、上位陣がやっぱり。そうね強い感出てるよ、ほんと。あてことで、この浦和戦でしたけど、2-0でマリノス勝ちましたと。 ままあああのマリノスは間違いなく強くて、強かったんですよ、特にね、僕ね、やっぱりここね、ータ渡辺よ、ただ渡辺昂太の前にちょっと一人だけ言わなきゃいけないんなさい。もう一人昂太がいるっていう話ですか、違いますか、あのね、この方ですね、たくま日村という方なんですが、14キロ以上走りました、今回いやー、すごいですね。 あの2試合でこれで27.5キロぐらい走りましてーーハーフタイムも走ってないと無理でしょその数字ハーフタイム外周走ってないと無理でしょ <laughs> もしかしたら3試合であのフルマラソン走り切っちゃうかもしれませんね <laughs> いやそういうことか恐ろしい尋常じゃなかったなって思いますなんか 西村選手のぞいて一番知ったのは小泉さんなんですが、うん、彼でも13.5グラスしてたんですが、うん、す一、ね、人だけそのプラ1キロ走ってたんで。14ってあんまり聞いたことないですね。14は歴代トップ3ぐらいじゃないですか。記録観測史上みたいな話になってる、うん。そう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 。いやなんだけど、うんうん、あのさっきちょっと J2 な高田選手飽きたり出したような。はい あいわゆるいボール回収の数値だとかあのきあのキーパスだとかいろんなその各種数値面でいうと、うん、渡辺康太なんですよね、なるほどねマリノスは。なるほどねそうあの,他の選手が結構どんどんどんとしてるからちょっとあ,のあんまりこう知られてない方多いかもしれないけど、うん、彼が要所要所でいいパス、うん、いいタックル、うん、こぼれ球の回収やってるからマリノスってめっちゃ勝ってるってところもあったりするんです。 いや、ダニシモ選手ももらう動きで十四キロ走っちゃったの、うん？そういうところもありますよ、ね。安心感で走っちゃったの逆に。前前に走った方が多いでし多分十四キロ。どうなそうだよね,ね。一緒ぐらいかね。前に走ったのが多かったらピッチ内にいないもんねだって。<laughs> <laughs> ね、横浜の駅から行っちゃうもんね。確かにねーー。そうかそうかそうか。あのだから浦和とたあとちょっとかマリノさんもとすごく良かったんで。うんうん まあこのまままたプレビューとかではマリノスは話をどこかにしようかなと思いますけど、うんうん、ちょっとだから気になるのは浦和ですよね、2>, うんうん、2試合連続0ロ二敗戦という形だから、そうなんですよね。ちょっと今だから、<ー>まさかの現状最下位ですからね、一応2試合終わった段階とはいえ、うちょっともういいか減気になる状態にはこうなっちゃったなということにはなるんですよ。うんうん、で気になるのが1個だけ僕は、あ2個から、僕2個だけあるんですよ。うん 人なんか、相手が強いとから始まってますからね、それはしょうがないんだよ。そうなんです悲観しすぎちゃいけないんけど、ただ気になるのが、あの前前の監督、リカルド・ロドリゲスさんのときにあんまりなかったこうシーンがちょっと出てきてるなってあのがあって、失点のときに、みんな中央に寄ってるからだと思うんですけど、片方のサイドに人がいないんですよね。 だからあのマリノスがクローン垂レて結構ほらなんかサイドチェンジめっちゃやるじゃないですかそういう展開来ると誰もいなくてペナナイまで運ばれちゃってそこから結構もてあそばれる展開があったのでそれがだから、うん、結構露呈してるからそこどうにかしなきゃいけないよねそうなんだホ、ね、ータさんとロペスさんですかあのクロスが良かったですね良、ね、かったねあとちょっとあのあのだっけ VAR で一個なくなっちゃったんですけど、うん vr でか付けされたシーンのところでもう一個似たような感じのものもあったりしたのでちょっと裏そのディフェンス面心配だよってのがありポイプラーンさんがね誰かと接触した時にね相手はもう倒れ込んでね んさ頭たたんぶつかってるのへっちゃらですよみたいな,なんか当たりました <laughs> みたいな顔されてましたよねやっぱちょっと強いよねこのあれじゃないセンターバック2人は魅力じゃないこれそういうところで,す、ね、で石川さんもすげえの止めたりしてましてやっぱすごいすねあよねーなかなかザイオンには譲ってもらえませんねそうだねあんだ,あんだけのプレーしてますとねうーん いやいや,いやいやいや、いいややあとね、もう1個だけちょっと気になってることがあって、いいいいこれ、浦和だけの話じゃな J1 でも J2 でも結構あるんですけど、うん、結構なんかプレス頑張ってるチームって、なんか増えたなーって思うんですが、うんまあ、前線からってことそう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 、うん、ただ、今の強度のままで夏行ったら大変だぞっていうのがちょっと感じるチームがかなり多、うんうん、い,い。 あのやっぱ夏湿度高いからああそうなんだよね、うん、元気、うん、フレッシュ元気もりもりのやり方だと夏しんどいっていうもんね平均走行距離でも1.5、うん、から2落ちるんですよね,ね考えると J リーグって面白いリーグですよね四季があるから合わせていかなきゃいけない戦い方をっていうことですねそうなんですよねこれは監督も難しいしやりがいあるんじゃないですかこれ。 <laughs> ホームアウェーにか,か,か,、ね、かけ算である季節も違う湿度も全然違うと <laughs> そうなんだよねこれは面白いんじゃないこれそうね。だからミシャが講習会したら儲かるんじゃない <laughs> はいこんにちはおはようございます皆さんジェーグの監督を初めてやる皆さんにね初めてある皆さんかね <laughs> んか通訳入ってますよこれ <laughs> あのー、やりますますジェーグの季節っていうのがありますね,ね私広島にもいましたしね今北海道にもいますね <laughs> ブラーボー、ブラーボっって言って言ますブラーボー関係ねえなら、みんな。<laughs> <laughs> いや、ブラーボーって言うよ、みシャ <laughs> あまあ、言うか、ごめんなさい、ごめ<ー>んなさい。そうか、そうか。そのあたりが、だから、裏はどうするのかなってのもあるし、あと、マザー含めて、みんな見た昨日何ですかあの二22時間前の話ですけど、ああのアルヒラル戦慄の7-0勝利ね。いやー、それ、ちょうど先生と取ってたんだよね。 今日の朝動画をねで情報は聞きましたそううわマジかいオルンが砕け散っちゃったはいオルンガは砕け散っただもうちょっとねだからサウジアラビア代表でしょほぼある日あるう噂によると、ね、とそれに助っと石後にいるチームですからあるブライカンかいなブライカンじゃないんですけどブライカンじゃな,ないんだおわい相棒お相棒 あ、そういう人いる。サウのそう、だか伝説おワイランか。誰、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 誰。じゃない、<laughs> フィファ二十めちゃめちゃ早いレジン。いや、わかんないんだけどね。えー <laughs> うん、そうか、えー、ベゼルさん、ナイスパーレス、ありがとうございます。松尾が抜けたのも。ああ。ね、さておき、二百おめでございます。ありがとうございます。まあ、ちょっと頑張ってますかね。 松尾くん出れてないんすよんご飯食べてますかねね気になるよね人参、うん、残しそうだねの松尾くんでなんかイメージ <laughs> でだん自分人参食わないしって言いそうだもんね,ね<ー>イメージよイメージ食ってると思うけどね今回あの浦和からヨーロッパ行った松尾くんとあと、うん、ベルギーのデイン,ダイン,デインズに行ったニミヤモトくんの二人はちょっとなかなか出れてないんですよねあのサッカーじゃないところでやっぱりちょっとぶち当たってしまってというか合格、うん、ですねいわゆる言語 そうなんだ。そんなにと慣れたらね、うん。そうですね。だからいわゆる監督から今使ってもらえない状況に来ちゃってて、言葉喋れんでもね、なんか愛され始めれば伝わるでしょなんかね。そうなんですね。周りが分かってくれれば、ね、こんにちはーっつって、うん、なかなかだからそこに今苦労してるみたいなんですよね、うん、かね。なるほどね。ちょっといろいろ一皮二皮向けてね。それこそ大事ですね。一番ね。はい。 いというところになっていったりします。お前、うん、シオン選手3か月ぶりにゴール決めてたとはい、決めましたね。おーおーよかったねー。クラブブルージュのネクストいますねーー。僕、FIFA23 のゲームでクラブブルージュのね左のウィング持ってるんですけど、これいい選手なんですよ。あの人、ゃいけない、ハイエンドすげえ。ああ、ハイエード。 そうだよなあラまらただねちょっと告知ここでもう一個させていただけマキス引いそうなんでよね。あとちょっと告知なんですけどあ明日の夜こんな動画出しますはい伊藤淳也ダーそう決めたんでしょワンゴールツアーすげえやったぜ あの今週末の全世界のあの評価点でナンバーワンに立ちました。はい、そんな男の話をさせていただきたいなと思っております。スタジアムにね、あのリゼムのね、子が言ってる動画を見て。あ、そうなんだ。ええ、いい感じのスタジアムなのここが。あ、規模でええ。スタグルもサンドイッチ美味しそうでしたよ。あ、そうなん。くしいやつね。ただまさん。はい。 アジアムは中規模かもしれないけど、うん、右ウイングのやつはちょっと中規模じゃ収まる、うん。あっうまいことおっしゃる。<laughs> うまいことおっしゃる。サンドイッチはね噛 <laughs> みしめるもんですけど。うん そうだね彼と噛み合わせるディフェンダーは大変ですようまいうまいくないんですギリギリうまくない感じが欲しかったです <laughs> あと、もう一個あるんですけど <laughs> あとね、こちらでございますはい,はい、はい、ついさっきですね、僕も、まあうん、エルゴラさんから今節分届きましてありがとうございますはい、どん、はい、こちらはこれから我々レビューしますありがとうございますはい、鹿島 vs 川崎明暗の分岐点 規定があったってことですねそういうことなんです,す,かんですよねなるほどね、まあはい、最後の何分間ももちろんありますけどそれは以前にもあったってことでしょう。そういうことですちなみにエルゴラさん皆さんこんな感じですなら、はい、今年はあの各チームごとのはい。 えー、ものが出ておりますのでそうなんですよね。電子版でも紙でもね。はい、はいはい。蒲<お>島編、うん、川崎編、それぞれ皆さんご覧ください。はい,い。声写真撮るな。撮りはる本当だよねー。ーうん、すごいですね。なるほど。明日の朝出しますので皆さんよろしくお願いします。いますはい。うん うん。あとたくさんちょっとガンバのサポーターさんからいただいてるので、ああうでね、ガンバ行きましょう。さんの話ね。うん。はい,はい,はい、はい、行きましょう、えー。イスラエルの人でしたっけね。んそうなんのよ。うん、すそうですね。シエでバンバン戦って。<laughs> ね、<laughs> あのこの試合にガンバとスワあの序盤でもマーサン触れていただいた通りで。うんうん ええー、まあ、鳥栖は、あの、かばやま君の、あのね、すんごいゴールがありまし,てそうでした、ね。はい。まあ、一対一で、えー、引き分けということになり、うんうん、ガンバは、だから、二試合連続でのドローということになりました。うんうん、あ、確かに、負けてはないけど、勝ってはない。まあ、どっちで取るかっていうところは、ここはあるかもしれません。うん、ただ、負けてないからねってのは、うん。なんか、すごい。 これ噛み合ったらすごそうなメンバーですけどねまたね花もあるしこれそうなんだよ、ね、なんだってねこれあのピッチ見てて見やすいと思いますよスタジアムでもテレビでも <laughs> ねこのポジションごとに外人さんいらっしゃるでしょ上から見ただ、ね、あれがとかすぐ分かると思うんですうんうん、うんうん、ポジションチェンジはあってもねそうだね、うん、ううキャラクターが立ってると言いますか、うん、そういう意味ではトスの方もね 髪の色が変わっている方が多いですから、<laughs> なんと言って解禁されたという噂も聞いてますからね。<laughs> はい、そうだね、ちょっと潤西川筆頭にね、ナンバーワンホストみたいな感じですもんね、今ジュリは、11歳いい。いやいや、うん、まあこの試合ではただちょっとすごかったのかというか、うん、やっぱ。 コメントでもいただいてるように、僕はやっぱりねたらび選手、すごかったんじゃないかなというふうに感じますのやっぱねたらびさんはちょっとアンカーキッの方だなと思いました。あのなんていうんですかね、あのミスの少なさ、なんかあれですね、あのオール80点以上叩き出すようなクラスの優等生いたじゃないですか。ははははいいいいいでておき そうでいておきながら弁学の方だけじゃんってちゃんと体育の方でもしっかりできるみたいな言じゃないかつないたねー渡辺くね僕で言うそういう方だなぁどうぞスカイライン乗ってましたよ渡辺君。何をそんなところまで言ってんなってところで確かタック試合内でも確かタックルで奪った回数ナンバーワンとこだったかなと思ったりしますので まあこれからもっと日本にまあアジャストしてくることはあると、もうしビットしてくると思いますから、はい、あのそこがちょっと注目かなというところ、うん、もうちょいだから待った方うん、待ったらよりいいスタッツも含めて出してくるんじゃないかなと思いますけど、どねうんまあ、でも天才の司法さんもね、まあ、内容が変わってきてるから、これからよくなるような気もしているということが、ね、頑張、うん、ね、うん。なんかあとこのエンブレムももうしっくりき始めてますね、なんかね。確確かに確かにに ねそれはあるね。間違いない。なんか FC 東京もエンブレムね、今度アップデートしますみたいなね、おっしゃってた。なんか、そんな話あります。たね。れかもみたいなね、いろいろこう、確かに確かに。うん、ありましたね。いあとあれだ、序盤にちょっといただいたで、ちょっと他のチームの話ありましね。あれだ。 えー、神戸札幌の話を確かいただいてたと思うんで、ちょっとそっちに行きましょうかね。ちょっと出てこないんだけど、ですよちょっと待ってね。神戸札幌どこ行ったかな。神戸札幌もね、いきなり大阪にちょっとーてきました、ね、あったあった。そうなんだよねー、ーこちら。いや、なんかね、ちょっとすごいのがねー、よっちね。ーんああ、武藤選手うーん。武藤<シ>のよっちがというか。やべ やーべえですね。とう、ね、のよっはいいよね。なんかわかりやすく、うん、序盤から、あの武藤選手がプレスでガンガン行くは。うん、ああ、そういうところを評価されてるわけです。で<の>、うん、ね。データにも出てる。それはそデータにも出てるし。あの武藤選手があからさまに、もう光ってレベル、うん、見えるレベルで、あからさまにプレゼンスが高いんですよ。なるほど。さすが。うん、プレミアリーが でも、そうするとマーサー皆さんもどう思って話ですけど、武藤がやべえってなったら、みんな武藤にそりゃ近づくじゃないですか。だから、試合の中盤から武藤選手じゃないんですよ。あゆるき、佐々木ってくるんですよ。いわゆる一人、だんだん抑えられなくなってきて、他の選手が輝き出してっていうところで、みんな結果残し始めるから、どれも抑えられなくなってみたいなのがちょっと続いたなら そうだねうちょっと今後、札幌はどうするのかなってのがちょっと気になるところではありますけど、まあ、とりあえず次戦、ね、次節は札幌どこだっけごめんなさい。新潟か。分かりやすい表ですな、これは。ありがとうございます。これは分かりやすい。来週までこれを首筋にタトゥーで掘っておきたい。<laughs> 皆さんのために、ね、1>, <laughs> 1週間ごとで変わるわ。 すごい。そうなんだねだから j 1, 1>、うん、2> j 2こんな感じの次の日程になっているのとジェイスの開幕説がありますからあここもちょっと今後は注目していきたい、ね、開幕ですよ先生これ戸田さんを率いるね坂見晴ではの新しいなんか試みがホームでとかねえ、うんね、さっきね言ってましたし節大阪鹿児島で初陣そうですね奈良クラブはホームに山がを迎えるということで松本、うん、これは松本押し寄せるんじゃないですか これはあるですよね。あのカズさんを見に来た時のカズ、ダジャレ見ちゃいになってるもん。もう同じぐらい来るんじゃないの？これ開幕戦だから。なんか先週段階であの松本サポの方が多かったはずです。そうでしょ。つけている気は。そうでしょう。これはそうよね。これはね。でもこれはね、収入になりますからこれは。そうだね。ジャックジャックされちゃうかもしれないですけどね。それはもう喜ぶべきことでもあるわけですから。あと今バリはあれですね。佐藤山スタジアムのある。 そう、スタートですよね。ゲーム。ね福島。そうよ、そうよ。なるほどね。はい、はい、はい、はい。まあ、他にもね、あの、上野さんの寄付とか。はい。あとは、どん中山さんの沼津とかもありますね。なんか、ちょっとニュースになりそうな感じですもんね。そうですね。あとは、琉球に行った金崎ブー選手なんかもいますからね。なるほど、なるほど。うん。そうですか。はい。そうだ。いろいろ話題もね。 ですね、うん、ももはいあと、ちょっとまあこまた告知みたいな言い方するとあれなんですけど、うん、ちょっとうちのチームレビュー残っとちょんこよーっていう方もいると思うんですけど、い,あのうまいわゆる1試合単位のレビューって、その試合限定のこととかも入ってきちゃうから、うん、ちょっといわゆるノイズも入ってきちゃうんで、あれなんですけど、うん、あのなんで、もう逆に言うと2試合終わったじゃないですか。うん なんでここから、あーまあ10節終わるぐらいぐらいのタイミングまでで、また1チームちょっとまたパラって一応行こうかなと思ってます1チームごとの中間報告。はい、そ,うそ,うそうそうそう。そうシリーズ的なみたいな感じで、前半戦、今どんな感じに回ってんのかっていう。う この今、調子いいチームだったら、例えばなんで今、調子いいのかとか、ね、逆に調子悪いチームだったら、何が今起こってるのかってことのまあ検証みたいなことをやっていこうかなと思ってお先生が一番力を発揮する時がくるわけですね、<laughs> やっぱりデータ貯金がたまってくるとです、ね、うずうずしちゃうから、ですね,ね、切り取りたくてしょうがなくなっちゃうからね。 データという名の食材なのか絵の具なのか何なんでしょうかねギャグなのか先生はそれをね集めてまたね粘土在庫繰り返しねいろんな形にして見せてくれるわけでございますよ先生はねありがとうございますいつもねありがとうございますまあということで今日もちょっと時間来ちゃったところがありますので今日こんな感じで終わりますけれどもまたね先ほど言った通り明日た屋座敷なんかもありますので屋挿来てください皆さんはいなので皆さんどうぞよろしくお願いいたします いやということでね200回を迎えましたはい、ね、ええー、けども先生次の目標は何でしょうねこれねうん,うんまあちょっと300ってのも言いたいんですけど、うんうん、なんか同じ感じなんかちょっと、うん、ここね見る若の中で一つなんか番組みたいなのまた始められたらいいなって思いますね、うん、こういうなんですかなんかなんかのコンテンツのまたシャープワンツースリーってこうなんかこうねなんか積み上げていけるような何かちょっとできたらな見る若チューズデーライブですか <笑>,笑ってますよ、先生の声はね。<laughs> 高い声で今ね、消えるぐらい笑ってるってことですよ <laughs>。いや、低い声で、嘘いに,になるから <laughs>。バレたああそ, <laughs> そうですねうん、うん、何かだからやっていけるような、なんか選手の方に出てきていただいたりだとか、序盤でこうコメントもいただいた、サッカー系ユーチューバーの方に出てきていただく企画とか、なんかできたらなと思います。 ちょっととよい呼べれればみたいなとこもあります、ね、それもあありりまますすそねうん、うん、毎回毎回このやっぱレビューやっていくって形じゃないのもやっぱり今後またやってきますので,、うんそうですね、はいまあで引き続きまたねこちらマンデーライバー300400500と目指してやってきますので、はい、ぜひ皆さん引き続きよろしくお願いします,しますぜひお伝えくださいサッカー系ユーチューバーの方マンデーライ v お願いしますゲスト枠で出ていただけませんかいということで皆さんね、えーはい、いつも見てくださってるあのー 現地の YouTube、現地チームのね、YouTuber さんいらっしゃいました、お伝えいただければ、お願いいたします。いや、言ってたよ、っつって、もう大歓迎でございますで、皆さんご紹介いただければということでございます。はい。はい。一つ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。杉並さん、3年前は毎日ライブ配信してましたね。ちょうど私が魅力をカかっていただたで、これ、コロナ禍であれでしょ、リーグ止まった時でしょ。王者のレシピとかやってましたね。やってましたね。あの時やっなかったよ。 本当にね登録者も減るしね、毎日毎日毎日減ったからね,ね、うん、あれは辛いものがあった。なんだよサッカーもやってないのサッカーの話すんなよ、ポチってことですかね。そういうことでしょうね、うん。ありがとうございます、皆さん。はい、今日の200体を迎えられたら皆様のおかげでございます。うんはい、ありがとうございます、うん。これからも引き続きお願いします,ます。教えていただきたいということですんね。うんうん いや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 。うん。うんそうしましょうね。はい。うん、ということでございました。我々はこれから収録いってますはい。お願いします。ということでございまして、いろいろまたやっていきたいと思います。うん、よろしくお願いします。そして、はい、あれですね、えー、始まっても2回を過ごしております。2コーナーまでのね、はい、毎回ツイートでもお知らせ,させていただいておりますけれども、うん、ウィナー徹底予想チャンネル。ね、はい。 えー、私が MC させて声援つながらやらせていただきまして、予想を加藤して先生と清水秀太さん、そして川端晃子さんということで、ね、はい、豪華3論客がね、<laughs> もう飛沫音の限りを飛ばしながらて徹て,て,て予想しておりますので、ね、これね、また今週は的中しておりますので、<laughs> うん、皆さんね、何個か。と、ね、いうなんですよことで、お楽しみにしていただきたい曜日の9時かということでございます。はい まっております。のでよろしくお願いします。なるほど、なるほど、ございますね。はい。他、お知らせございますか。先生。あとは、ないかな、うん、今週だと。そうですか。うん。なんか、またあったら、ちょっと思い出したら、ツイッターとかでもやるかもいや、あの、お伝えするかもしれません。はい。はい、りとりあえずは、明日の朝出る鹿島対川崎のレビューを見てほしい、うん、俺は。<laughs> もう生きりたっておりますのでちょっとすみません皆さん収録に行ってまいりますので先生が生きりたっておりますのでねいいテンションで取らなきゃこの位置にねいってまいりますので今日もありがとうございましたいいたはありがとうござましそれではまた来週も元気でお会いしましょう今週もサッカー楽しんでまいりましょうじゃあねメンマハでしたえ来週は201回目ですのみずさと藤でしたありがとうございましたチャンネル登録ね高評高評価ボタンね メシップ,メ,シップメンバーシップ登録ねよろしくお願いします、ね。お願いします。えーね、ハミガーの方もね、忘れないでくださいね。ハミガスマホの方もね <laughs>。結構読まれてるからね。ありがとうございました。また来週。またねー。